赤月小学院、林田学園です。お願いします。えー、4月号ね、説明するんですけども、3月、3月か、ちょっと、わからないですけど、YouTube のね、コメントに、半紙、すごい滲むから、ど、すごい滲みますっていうね、コメントありましたんでね、それね、えー、筆ペンのだけですけど、筆ペンの6ページのところだけですけども、説明してますので、ね、あの、解決策というか、 ね、どういうふうに書けばいいのか説明していますので、よかったらね、行、ま、書、あのね、え方、ー、もね、要、ま、領、あ、としては同じですのでね、よかったらぜひね、筆ペンの9課題の6ページで見てください。では説明します。ではね、筆ペンね、えー、前回半紙でね、書いたらすごい滲むっていう意見ありましたので、まあ、どんな説明、まあ、説明していくんですしっかりインク出していきますね、うん、すごい。 でまあ結論から言うとねにじみます筆ペン半紙で書くと必ずにじみますねどういうふうに書くかというと押さえるってまあ押さえて止まってたら絶対にじんでくるんですこれスッと書くと絶対にじむどういうことをしてるかというと押さえ押さえるってね止まるわけじゃないので ここずっと止まってたら滲むし、さらに次早く書くと、ここ、早く書くとね、ここが滲んだからものすごい目立つんですけれども、押さえる、じゃ、抑えるって止まるのではなくて、押さえてすぐ動いてね、ね。ゆっくりずっとそんなスピード変えなくて書いてる。だからこの辺もずっと滲んでね、ずっと滲む。最初も滲むし、ずっと途中も滲む。それを滲んだと思、滲むからと思って早く書くとね、 ここだけが滲んでしまう、ね。よくや、なってるのがもう、ここと、この、終わり、ね、滲んでしまっている方が多いので、はい、慌てんと押さえてゆっくり書く。全部滲ます。この辺も全部滲ますっていうのが、ま、正解かな。と思います。あの、必ず滲みます。滲まないということはないので、 普通のね、紙に書いたら滲むけど、半紙に書くと滲みます。これも押さえて、ここでずっと止まってたら滲んでくるんでね。ほんで、そうなると汗って、こう、スッと行くとここだけが滲んでしまうので、慌てず、押さえるっていうのは止まるわけではないので、これ45度でね、入るっていうの、もちろん打ち込みあるんですけど、慌てんと押さえてゆっくり、 ずっと止まってたらこういう風になりますので。ゆっくり。ね。まあまあ、滲みます。慌てないで。全部滲む。ゆっくり書く。ね。あまり早く書かないでね。その強弱が大きいと滲んだり、滲まないとこがあったりね。全部滲んでるので。全部滲む。ように、全部滲むように書いてください。はい。終わります。 では筆ペン、えー、6ペンージ説明していきますまず子どもの子ねここ跳ねてほとんど真ん中ぐらいまでね跳ねるのが短くなったりしないの中心まで跳ねるでまだ中心から書き出して中心ではねるようにねここも中心ちょっとね書きにくい方はかく考えてもらうと こういう風うな形ね、なるように。で、中心揃ってくる。で、横。をね、少し反るように。長いね、横線は少し反るように。人弁。ここにね、空間できるように。まあ、大体高さ揃うように。こうね、手ね、 止まる動いて、動いて入いてきて、こう止まる形で動いて入ってきて、止まる。の時にね、少しね、筆を、えー、前にね、こうまっすぐ、まっすぐ、まっすぐじゃなくて前に出して、ね、前に出して、止まる、ね。動きとしては、ちょっとこ,こういう形かな。こうです、止まる。 筆のね向きが綺麗になってたら終わりね綺麗に終わりますので抽出がね綺麗にここにね空間できるようにねここがい,いっぱいね上の字がはみ出たりしないようにに針入書いた時に 手前でね、これが出てこないこの部分ね4ねものすごく長く書いてしまうともう出てしまうのでかほとんどこれぐらい書かないぐらいでね短くでまた短かしてもこっちから書いたら一緒ですからねこっちから押さえて上がる、ね、これひっついたら下がって横へね払うように。 近いとこか押さえて上がって下がって最後この部分で丸くねなるように区間広くまあ、っすぐなると狭くなってしまいますので方角の方こっちからね書き順ねこっちから。 この部分。まあ、えっ、ー、とね。まあ、こう分けてね、書いてもらってもいいんやけども、ほどうなってここで押さえてね。押さえて、跳ねる。押さえて。まあ、書きにくかったらね、離してもらったら、えー、一回ここで離して、ここからまた書いてもらったらいいと思います。ただ、あんま,あんまり離しすぎるとね、おかしくなるので、それでは気をつけて。 中心と反るようにで内ねねここの部分ね結構横にグランで横,横にな丸ね書くようにあんまり縦にならないように。 しっかり左。左右にね、大きく、なんか、縦にならないよね。こう、細くならない。しっかり、まず、もう左出る。で、ちょっと斜めにね、空か空かくような形で。しっかし、これ、右側からね。で、この部分、あんまり押さえたままね、筆、使えないので、筆少し浮くような形ね。筆、浮いてくる。 浮いてくるからで,で、手前でねんこう長くなったりしないように手前でつらんかここがね長くならないように、えー、と示すんね中止 ここよりもね、少し左に点書いてください。な、まあなんでかって言ったらね、ここはあんまりこうして出てくるので、この点がね、点出てくるとやっぱり書きにくくなるので、少し気持ち左で、あんまり出ないように。この部分も押さえて少し筆で上がってくるようにね、 ここ中心そろ大体ね中心で払い終わるようにこれね外ねあっこれ右側のが大きいのと。 ここねここそんな立て通すねんけどもそんなに開けとかないこれけ間開けたらものすごい仏細くになるので開けないけこれぐらいこれぐらいちょっとぶつかろうが立て通りますので、うん、でまあ金,金とはねこっちの方が大きくこ,かさこの部分 少し広く、もう狭くね狭く3本狭くなるように書いてしっかり長く書いておく、ね、こういう形ね字としては。高さ揃えるように。 二画目書いて少し左出るように書いておいてください。これ全く入るんじゃなくてね。でか上から下まで長く、これも短くならないように書いてください。